王が変わり、シルバーランドは混乱している。国民は重税にあえぎ、軍隊の士気は落ち、もはや国としての体裁をなしていない。シルバーランドは我々の前に滅ぶ。待て、血を流すのが目的ではない。できる限り犠牲者を減らしたい。ではどうやって攻撃する？大通りを攻め上り、一気に城を目指す。敵に会ったら戦う。だが深追いはしない。今のシルバーランドなら兵士は皆逃げる。そうだ、逃げた兵士もいずれ我々が治める国民になる。それから城に火を放つな。理由は？勝利の後、我々が活動する拠点にする。いや、正直に言おう、ある人とそう約束した。誰と？言えない。言えないなら聞かないでおこう。我々はあなたを信頼している。だからこうして集まった。信頼を無駄にはしない。では明日の夜明けに。明日を前に胸が高鳴るばかりだ。あの甘い色の髪の乙女はどうしているだろう。恋したことなどこれまでなかった。こんな激しいものとは思いもしなかった。願うのは願う金が集まらない。さっぱりですね。農民は逃げ出した。みんな。兵士も逃げ出した。みんな。お前なんか嬉しいのか？あ、いえ、困っています。案内税金を上げるからだよ。偉そうな口を聞くな。それ王に対するセリフ？うん。手当たり次第税金を上げるからみんな逃げちゃうんだ。ならばこの財政難をどうやって乗り切る？税金を取るならメリハリをつけなきゃ。市場の税まで上げるから商人が逃げちゃった。商人が逃げたから物が売れなくなっちゃった。結局税金も取れない、悪循環だよ。なんだ、王様ってものすっごく頭よくありません？私の息子だからな。ではどうする？まず国に人を集めなきゃ、人を集めるには、派手な行事が必要だ。だから息子よ、結婚しろ。またその話？来る縁談、来る縁談、どうしてそう断る？どの縁談もろくでもないからだよ。結婚相手は自分で選ぶ。自分で選ぶ？そうだ、オーディションしよう。いいですね。そんな簡単に納得するな。1万人くらい集めよう。でも宮殿が応募者で溢れちゃったら？ならスカウトをしよう。その方が効率的です。何勝手に話進めてる。じゃあ僕が探しに行こうか。お嫁さんはどこ、かわいい子はどこって。息子よ、お前は王なのだぞ。できないよね。ならば決めた。タレントスカウトいる？いますいます。いるのかそんなの。私の名前はリュウ。私の名前はリジエ。お妃様に
っと小さすぎるかな。数年後にはものすごい美人です。モーニング娘。だってなれるかも。お待ちしてます。これでいいのかな。国境にゴールドランドの軍隊が集まってるって噂も聞くけど。